ラジオ DJ、 スタジアム DJ、 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画はなでしこジャパン世界一への道パリオリンピック組み合わせ抽選会直後グループリーグ考察。はい、というわけで今回、パリオリンピックのグループリーグ組み合わせ抽選会が終わった直後に撮っております。そして組み合わせが決まりましたので、こちらねやっていきたいと思います。考察をねやっていきたいと思います。各グループの考察、もちろん日本を中心にお届けしますけども、あと日程、決勝トーナメントの日程もね出ておりますので、それ全部調べてまとめましたので、ぜひよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。それではレッツゴーいきましょう。まずはオリンピックのレギュレーションですね。まあこれは皆さんご存知の通りだと思いますので、さらっといかせていただきます。まあフランスを含めた11チームで、今回行われたのは抽選会なので、12チームを3組に分ける作業を行ったということになります。で、各組2位以上と3位のうち上位2チームが上位突破、決勝トーナメントに突破するということで、まあ比較的楽ではあるんですけども、まあ日本が入ってグループがグループなんでちょっとねどうなのかな。まあ3位以内にはなるんですけども、他のチームとの兼ね合いということになります。2敗したらまずいかなという感じですね。グループリーグ、7月25日から31日にかけて行われると。そして決勝トーナメントが8月3日から10日まで行われるということになっております。というわけでオリンピックのレギュレーションでした。さあ続いて今回行われた組み合わせの前のポット分けですね。オリンピック、パリオリンピックのポット分けになります。このポット分けに関しては、開催国がポット1に入って、そこから FIFA ランキング上位から順にポットを分けられるということになります。まあ開催国のフランスが3位なので、開催国じゃなくてもまあここに入ってきたかなという感じがします。フランス開催国 FIFA ランキング3位、そしてポット1、ヨーロッパ、まあ結果的にスペインと同組にまたなりましたけども、 FIFA ランキング1位、アメリカが現在4位ということになっております。でポット2に入りました日本、 FIFA ランキング7位、そしてドイツが5位、カナダが FIFA ランキング9位でポット2、この3チーム。でポット3がブラジル、まあ一番この中では強いと言われているブラジルが FIFA ランキング10位で日本と同組になったと。でオーストラリア、コロンビア。でポット4にはオセアニア、ニュージーランドだけ決まっていて、アフリカの2チームまだ決まってませんよということになります。まあ、ザンビアかモロッコの勝者、そしてナイジェリアか南アフリカの勝者ということになりました。これは頭に入れておいてください。このポット分けで、このポットの同じチームとはなりません。そして同じ大陸は一緒にならないということなので、まあ、それ以外で組み合わせが行われたということになりますので、まずこれを頭に入れておいてください。で、最高と最悪の組み合わせということで、まあ、前の動画で僕やったんですけども、まあ、これもちょっと頭に入れてください。はい、この最悪の組み合わせのところ、まあ皆さんもご存知だと思うのであれですけども、まあ最高ではないけど、いい方にコロンビアとフランスが入ればいいかなと思ったんですが、ちょっと最悪の組み合わせのところ、2チーム入ってしまいましたので、それでは行きましょう。さあ、まずはグループ A からの考察になります。グループ A、フランス、コロンビア、カナダ、ニュージーランドです。開催国のフランス。そしてコロンビアが A2 に入った。A3 にカナダが入って A4 にニュージーランド。これもこれでまあ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 、でもカナダのところに日本が入れば一番良かったっちゃ良かったかなと思います。まあ FIFA ランキング的に見てもやっぱりコロンビア、ニュージーランド、まあコロンビア、ニュージーランドには勝てるでしょう。まあ油断はダメですよ、もちろん。でもまあいろんなチームと比べた上で僕は話してますけども、まあ、まだここのカナダのところに入った方が、まあ、今入ったグループと比べると良かったのかなというふうには思います。まあただね、どこのグループどこのチームと当たっても勝たなければいけないので、まあそんな別にタラレバはねあんまり話してもしょうがないんですけども、はい、まあ、カナダは比較的いいグループに入ったんじゃないかなというふうにはね僕は思います。厳しいは厳しいですよ。で第1戦がカナダ対ニュージーランド、フランス対コロンビア。まあカナダに関してはめちゃくちゃなんか日程的にもいいのかなっていうふうに思います。第2戦でフランスとやれる、初戦ではまあ一番この中で FIFA ランキングが下のニュージーランドとやれるっていうこともあって、カナダ的に日程は結構いいんじゃないかなと思います。で最後コロンビアでしょっていうことで、まあこのグループやっぱり抜け出すのはフランス、カナダ、まあ予想ではやっぱりフランス、カナダかなと思います。まあ3位に入ってくるのがちょっと微妙ですけども、コロンビアかなと思ってます。でコロンビアもまあ決勝トーナメントいけるんじゃないかなっていうふうに思いますが、そのまま、ね、他のチームとの、まあ、兼ね合いということになっております。成績のね上位っていうふうになります。でこれね日程見てくると、これ本当なのかな、ちょっと疑心暗鬼で僕はまとめたんですけど、いろいろサイトを見てなんであれなんですが、今時間はこれ全て日本時間です。でフランス対コロンビアが先じゃないんですね。
はい、先にやるのはカナダ、ニュージーランドで、後で日程出てきますけども、日本対スペイン戦も0時からやるんですよ。なのでフランス、コロンビア、フランスの試合が開催国のが最初じゃないんですけど、もしかしたら後でこれ変更があるかもしれないです。はい、オーストラリアとニュージーランドでやったワールドカップの時も、最初オーストラリアが開催国が一番最初の試合じゃなかったんですよ。それを考えると、もしかしたらこれまた日程が変更となるかもしれないので、ご了承ください。これは、今の現時点での日程となります。さあ、というわけでグループ B です。はい、2グループ目、アメリカ、ザンビア、オアモロッコ、ドイツ、オーストラリア。ここもここで超厳しい。もうポット分けの時点でアメリカとドイツがやることは決定しておりました。はい、フランスとね、スペインがポット1に入っていたので、ポット2のドイツはもう必然的にアメリカとやることが決定していたということになります。ザンビアかモロッコ、ここはアフリカがこれあれとして、オーストラリアがここに入ってきたっていうのはちょっと厳しいかなと。FIFA ランキング12ですし、ワールドカップ準決勝まで行ったということを考えると、ちょっとね、強豪が集まったなという感じがします。これはちょっと厳しいグループになったのかなというふうに思います。で、初戦がドイツ対オーストラリア、そしてアメリカとアフリカ勢で、第2戦がオーストラリアとアフリカで、アメリカ対ドイツで、アフリカ勢対ドイツとオーストラリア、アメリカということになります。これどうなんだろうな。ドイツもドイツも嫌だし、強いし、オーストラリア微妙だな。だからこれアメリカはまず1位で抜け出すことはほぼほぼかな。アメリカは2試合戦った時点で決めちゃうんじゃないかなと思います。ただオーストラリアも強いので全然わからないです。結構ここは予想しづらいけども、僕の予想としてはアメリカ、ドイツ、オーストラリアも強いんで、おそらくこのグループの中では3チーム抜け出すと思います。はい、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、この3チームが抜け出して、3位がオーストラリアで、ギリグループ B3 位で、3位以内の中の上位2チームには入ってくるんじゃないかなっていうふうには思っております。はい、この抜け出すのはアメリカ、ドイツが1位2位で、オーストラリアが3位なんじゃないかなというふうに予想しました。さあ、というわけで日本のグループ C です。またお前らかいどんだけ因縁あんねん。東京オリンピックで男子ね、U24 やって、スペインとやって、男子の方でワールドカップやって、女子もワールドカップやって、ねえ、またスペインかい。どんだけやりゃいいんだよ、もう。このチームを倒さなければ、世界一金メダルっていうことはないので、ここで当たっといて倒して、またね、今度は優勝行きましょうよということで、世界最強、現時点での世界最強ワールドカップチャンピオンと日本が同組となりました。でも僕はスペインやりやすいんじゃないかなと思います。もちろんフランス、ヨーロッパ勢の方がやりやすいかなと思います。問題はブラジルよね。フランスはね、アウェイになるし、そこでやらなかったっていうのもちょっといいのかなと思いますが、ちょっとスペインということで、強豪とやります。で、スペイン対日本、7月26日金曜日0時キックオフ。これ結構最初なんですよ。オープニングマッチなんでね、今の時点での予定なので変更となるかなというふうには思います。で、アメリカ対ブラジルです。7月26日金曜日2時、日本時間キックオフとなります。第2戦が日本対ブラジル、そして第3戦が日本対アフリカ勢、ブラジル対スペイン。これね、スペインと初戦やって第2戦でブラジルなんですよ。万が一ですよ、億が一ですよ。これマジで2敗することになるとかなり危険なので、3位、勝ち点3でもいけなくはないので、これでもちょっときついなと思いました。日程的にも最初スペインで第2戦ブラジル、どうなのかなという感じですね。でも最初スペインだっていい感じにいって、ブラジルにも勝っていい流れでっていう感じですよね。でも僕はスペインよりブラジルの方が注意した方がいいかなと思います。こういう相手の方がやりづらいんですよ。もちろん日本の方が今 FIFA ランキング上ですしってことを考えたりすると、スペインよりやりやすいのかなというふうに思いますが、僕的にはブラジルの方がやりづらいと思います。テクニックできたりとか、フィジカルできたりとかする。逆にどちらかというとスペインもフィジカルもあるけども、フィジカルっていうよりはやっぱパスで回してくる。日本とちょっと似たようなチームなので、ワールドカップのようにスペインの方がまだやりやすいかなと思います。ただスペインもやっぱワールドカップ優勝して、いろんないい選手も出てきたりとかして、結構やっぱり、成長もしてるので、日本もそうですけどもスペインも成長してるので、そういった意味ではちょっと
わからない戦いになるのかなというふうに思います。ちょっと初戦めちゃくちゃ注目かなと思いますね。初戦は0時からキックオフとで、第2戦も0時、これもいいですね。まあ、全部日本の試合に関しては0時キックオフなので、まあまあ比較的いいかなというふうに思います。2時からとかよりはね見やすいんじゃないかなというふうには思っております。はい、まあ、あとはナイジェリア、南アフリカどこか来るかってことなんですけども、まあナイジェリアでしょう。おそらくこれ36位 FIFA ランキングね、まあ、ナイジェリア強いですから、まあ、現時点では FIFA ランキング的に言うとナイジェリアが一番上位なんですよ、アフリカ勢で。 なので、まあ、ここナイジェリア来るんじゃないかなっていうふうには思います。まあ結構厳しいグループに入ったよねと。マジ初戦が大事だけど、僕的には第2戦のブラジル戦の方が重要かなというふうに思いますね。ここが一番重要になってくると思います。というわけでグループ C の考察でした。さあ、というわけで決勝トーナメントの日程ですね。はい、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝、赤で記した部分なんですけども、グループ C ということで、まあ、日本のグループは赤く塗りました。準々決勝のところね、はい、22時、0時、2時、4時ということで、まあちょっとなんとかグループ C の2位、まあ、1位までならいいよ、3位が一番最悪、見にくい。4時って日曜、まあ日曜だからね、日曜日の朝だからいいけど、でも僕的には8月3日土曜日の22時キックオフが一番いいかなと思いますが、1位でなんとか突破してほしいなというふうに思います。グループ C2 位になるとグループ B の1位と対戦することになります。グループ B 皆さん思い出してください、もしくは巻き戻してください。グループ B、 アメリカ、ザンビア、オアモロッコ、ドイツ、オーストラリアです。ここのグループ B1 位と対戦するということになるので、グループ2位になるとおそらくアメリカなんじゃないかなという感じです。はい、グループ C、 日本が2位通過だとアメリカと当たる可能性がある、アメリカもしくはドイツかなと、まあ、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、アフリカ勢ということになります。そしてグループ C1 位で通過するとグループ A or B の3位になります。なので比較的こっちの方がまあもちろん楽になってきます。まあ1位通過予想されるグループ A はフランス、2位通過予想されるのはコロンビア、まあもしかしたらニュージー、あ、カナダで、2位予想はおそらくカナダなので、まあ、コロンビアあたりがおそらくこのグループ A の3位に来るんじゃないかなっていう感じです。で、次がグループ A1 位とグループ B or C の3位なので、まあ、グループ3位で突破しちゃうとここのグループ A1 位と対戦するということになります。だからフランスと対戦しなければいけないことになるかもしれないと。ドアウェイでやればいいのかっていうところですね。だからまあ一番いいのはグループ C1 位で通過することがグループ的には楽、日本人として見やすいのはグループ C2 位でも1位で突破していきましょう。で、準決勝が丸1の勝者、丸3の勝者なので、グループ C2 位で通過するとここ準決勝丸3の勝者とやるということ、丸3の勝者はグループ A とグループ B の勝者、もうここはでももうどことやってもどうせ勝たなければいけない強い国しか来ないので、まあさらっといきますけども、7日水曜日1時、まあ準決でやるならこっちにしてっていう感じ。はい、まあでも1位通過の場合はこの4時キックだから、この辺の日程もね、日本人的にね、まあ現時点なのでどうなるかわからないですね。で、3位決定戦が8月9日金曜日10時、まあこれが一番見やすいよね、うん準決勝の敗者同士がやります。で、決勝です。決勝戦は8月11日日曜日1時30分日本時間、8月10日現地時間は8月10日になるということになります。ここが、パリオリンピックの全競技の最終日程なんですね、決勝がね。はい、これが女子サッカーとなるということで、まあここまで行けば盛り上がるし、なでしこジャパンも日本も注目されるんじゃないかなというふうに思います。なんとかやっぱ決勝行って金メダル、メダルをね獲得していってほしいなというふうに思います。というわけで決勝トーナメントの日程でした。なでしこジャパン世界一への道、パリオリンピック組み合わせ抽選会直後スペシャル以上になります。さあ、パリオリンピックいよいよです。さあ、組み合わせが決まりました。まずは C ビリですね。 C ビリのメンバー予想とかもやっていきたいと思います。そして WE リーグフットボールもね、明日上がると思いますので、楽しみにしておいてください。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー会長し、サッカー界の未来を変える力になります。Thank you.